こんばんは。ご無沙汰しております。ベンマックスです。今日は12月25日ということで、クリスマスにね、ちなんだちょっと G ショックを、久しぶりに箱から出してみました。ずっと押し入れの中に眠ったままだったので。それでですね、96の、1996年のですね、にラバーズコレクションというのが、発売になったんですけれども、その時はですね、歌手の方も売れるかどうかわからないということで、試験的にですね、出したということで、すごく少なかったんですよ。で、事前に予約とかもできなくて、もうこの頃はものすごいもうブレイクしてたんで、どこの店も予約させてもらえませんでして、それで結局、まあ買えないかなと思ってたんですけれども、子供とね、3歳になる子供と2人でね、とある、なんていうんですかね、激安店みたいなのありますよね、ドン・キホーテみたいなとか、そういう版の神奈川にある、あそこは、大熊っていうところがございまして、そこに行ったんですね。たらちょうどですね、 G ショックをこう出してまして、それがこれなんですけれども、これが3種類、計1つずつ並んでたんですね。で、私はそれを見てですね、すかさずもう買おうと思って、このまず白白がやっぱり一番いいなと思ったんですね。で、その他に白と、黒、紺色ですかね、中が紺色のやつがあって、でこれは、ここが G ショックというのはグレーなんですけども、もう一つの白いやつは ここが、紺色というか黒、この文字が黒に全部なってまして、でそれが鎮座してました。で、右側にはですね、ここが、G ショックというロゴがですね、水色になってまして、でそれがですね、ここに液晶にですねライトつけると絵が浮かび上がるんですけども、それが、クマとペンギンかなんかのやつがありました。それで、これはデビルエンジェルって言って、こっちに悪魔が出て、こっちが、天使ですね、が出てくる仕様のやつが、もう一つと二つ並んでまして、三つこう鎮座してました。で、僕はもうすぐ、自分の分、これ、まあ、一番人気だったんでこれ買いますっつって、クレジットカード出したんですけども、そしたらクレジットカードはダメだって言われまして、でその時現金持ってなかったんですよ。で、他のは買えるのになんでこれダメなんですかって言ったら、いや、これだけ現金なんですって言われまして、えぇ、ってじゃあお金取りに行ってきますから、もう取っといてもらえませんかって言ったらですね、じゃあ分かりましたっていうこと で一目散に子供を背中に乗っけてですね、走ってお金取りに行ったんですね。で、当時はやっぱ若かったですね。せがれ乗っけて背中にのんぶして、もうダッシュして帰ったんですよね。今はそんなことできませんね。やっぱり子供を背負ってもちょっときついですから。で、そんなわけでですね、お金を無事、2割引きの値段で、3割引きの値段で、買ってですね、これ1つにつき1000セットしかなかった 1000本しか販売されなかったんですよ。先ほども言いましたけど、試験的に、出したということで、歌手さんも売れるかどうか分かんないということで、絞ってね出したんですけれども、それがね爆当たりしまして、で翌年97年にも、こんなような同じようなやつが出まして、これも、デビルとエンジェルっていうのが出たんですね。で、そこでですね、ちょっとこれ値段落ちちゃいまして、で白熊とペンギンの方は、次の時から出なかったものでして、
それで、そっちの方が今は評価がちょっと高いみたいです。でもね、やっぱりちょっと思い出でね、これいいかなと思って、会った時はね、オーラがありましたね。今は全然ないですけどね、ちょっと出してみましょうか。あ、折れちゃった。古いとこうなりますね。あ、割れちゃった。まあでも売るわけじゃないん でこれ2回ぐらいね、電池交換してるんですよね。あ、これはベルトが中に入ってるのか。白なんでね、やっぱりちょっとここで、すいません、出せないんで、ここでちょっと見てもらいましょうか。じゃあちょっと電気消してみて、光るかな。あ、ここでエンジェルが出てるんですけれども、わかりますかね。こっちがデビルなんですよね。あ、こっちがエンジェルだ。エンジェルですね。じゃあこっちがデビルですね。悪魔が映ってるんですけれども、こんな感じで。まだ光りましたね。もう光らないかと思って、ちょっと今ヒヤヒヤしたんですけど、まだ光りました。せっかくのね、クリスマスなんで、もう皆さん、ケーキとか食べましたか？うちはね、もう老人ばっかりなんで、まあ、ショートケーキをね、買ってきて食べたんですけれども、ああ、これ破損しちゃったな。まあ、いいかな。で、それで爆当たりして、翌年も、カシオさんを出しまして、今でも恒例で続いてるみたいですね。今のはちょっと全然わかんないんですけれども、そうですね、ずっと出してるみたいで、なんか結構当たってるのもあるってよく聞きますね。若い方でも、最初知らない方でもあれですよね、買ったりしてると思いますんで、まあこれが初代なんですよね。なんで結構僕的にはちょっとヤフオクなんかではかなり値がね下がったり、あと別れちゃったから片っぽしかないとかね、そういうのがあったりしてますよね。これ一時期確か22万円で売られてましたよ。なんかプレミアムショップかなんかで、まあそういうことで、でこれが包装紙でこれに入ってくれました。なんでこれ一応取っております。まあそんなことで、今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。